台弁ならばとりあえず死にゃしないさ。人生の答え合わせなんて慌てるにはまた早いぜ。制限時間ギリギリまで悪あがきしてやるんだ。ついて笑われちゃったり完璧さ求められたり生きづらいこの世界でいつだって僕たちは奪うことをやめなかったんだ。例えば拍手が聞こえない日も振り向いてみれば。